はい、後藤輝樹です。今回の動画は、もう名古屋市長、名古屋河村市長、辞職せよ、逮捕せよの、動画です。ソフトボールで金メダルを取った後藤選手が、名古屋河村市長、河村名古屋市長に、金メダルをかじられたっていう件なんですけども、そんな、かじることあります？人様が取った金メダルを、かじりつくなんて。しかも、今、コロナ禍の時代ですよ。そういうのを、もう本当気にしなきゃいけない時代で、まあ僕は別に、そういうの気にしないタイプですけれども、気にしないっていうのは、そのコロナ禍だから、っていうのも、極端に気にしないタイプですけれども、でも今、こういうご時世なんですから、気にする人、気にしない人、たくさんいるわけで、そういう中で、まあ、そういった感染対策しながら、やるべきだと思うんですね。でも、噛むなんてもう言語道断なわけですよ。後藤選手、本当にね、女性で可愛らしい、方ですから、もしかしたら、なんですか、そんな風にやりましたけど、もしね、その相手が、もうなんか、ごついね、なんか怖そうな人だったら、じゃあ、河村市長やったのかっていう話じゃないですか。ね、後藤選手、優しそうな人だから、なんか笑って過ごしてましたけれども、あんなもん、普通に考えたら、ふざけんなって話ですよね。だから、あれも本当に、かじりついて唾液で汚してるわけですから、その金メダルですよ。もう本当に選手としてはもう一番、嬉しいメダル、もう誉れですよ。本当にそういったものをもう一生の思い出になるようなものを、かじりつく。もうこれ本当逮捕してもいいと僕は思いますよ。人のその大事なものに対してかじりついて、唾液をつける。しかもこのコロナ禍の時代。これ逮捕案件ですし、そういった人が、市長、首長ですよ。だから名古屋市のトップをやってること自体がもう、イカれてますよね。なんて言うんですか。これだって、もう、例えば、まあ、セクハラとか、そういったものに近い、セクハラとかパワハラというか、釈明で最大の愛情表現とか書いてありますけども、なんか迷惑をかけてたならごめんなさいとか、もうそれも本当にトンチンカンで、まあ、迷惑かかってるだろうっていう、そういう認識がないし、最大の愛情表現っていうのも、ちょっとこう、自分も本当に、過大評価しすぎというか、その後藤選手がすごい好きなアーティスト、アイドルとかミュージシャンにこう会いに行って、そういう人とか、もしやってくれたんだったら、ああ、嬉しい、キャーみたいなことになるかもしれないですけども、もうそうではなくて、たまたま、まあ、もう出身地の、その、おっさん、たまたま会った、その、名古屋市のトップのおっさんに、会いに行ったら、そのおっさんにかじられたって、もう、本当に、だから、もう、逮捕案件ですよ、本当に。だから、おっさんからしてみれば、なんか本当、セクハラというか、その、なんていうんですか、セクハラ、パワハラというか、本当に、ハラスメントですよね。いい乳してたから触っちゃったみたいな、触ってあげたみたいな、いいケツしてたから触ってあげたみたいな。多分、昔の、もう時代錯誤の時代だったら、なんかいいケツしたから触ってあげたみたいな、そういうおっさんって多分いたと思うんですよ。そういう名残っていうか、そういう流れですよね。名残も流れも似てますけど。だから、最大の愛情表現がもう意味不明ですよね。愛情表現で噛むとか、だから自分をそういった存在、おこがましいというか、もう傲慢にも程がありますよね。だからその人が、だからさっきも言いましたけど、アイドルとかミュージシャンとかも本当に、その後藤選手が憧れの人だったらまだしも、もうただのおっさんですやんか。で、もうそんな人になんで噛まれて愛情表現と思わなきゃいけないっていう、そういう人が、だから勘違いしてるんですよね。自分もそんぐらい尊いものと勘違いしてるわけですよ。で、そういった人が、市長、名古屋市長、名古屋のトップ、名古屋市のトップをやってること自体は僕はもうクレイジーだし、そんな人がデリカシーもなく、もうコロナ禍の時代でかじりつくっていう、金メダルをかじりつく、もうこれ、もうクレイジーですよ。こういう人が本当に、僕はね、ぶっちゃけ その河村さん、僕どちらかというと好きだったんですよ。その、どちらかというと多分あの人愛国者っぽい人じゃないですか。愛国者っぽい人だから僕は好きだったんですけど、いや、こんなデリカシーない人はちょっと本当にもう議員辞職した方がいいと思いますね。マジで。これは、もう本当にイカれてますね。だから、そういう目線で見てる人。だから本当男尊女卑というか、女性のね、可愛らしい人だから、まあこういうことしても大丈夫だろうとか、かじりついても平気だろうとか。
その人がすげえ男でね、めっちゃ怖そうな人だったら、多分やらないと思いますよ。ラグビーのあの怖そうな人いるじゃないですか、ラグビーの怖そうな人。あれだったら絶対やらないだろうし、後藤選手可愛らしいね、女性の方だからやっても平気だろうとか、どうせなんか俺がやってやるんだから喜ぶだろうみたいな、最大の愛情表現の意味がわからんし、だからそういうセクハラというか、さっきも言いましたけど、いいケツしてたから触ってやってよみたいな、もうそういう感覚だと思いますね。そういう感覚の人が市長やってること自体が僕は間違ってると思いますね。いくらその愛国者だとか、保守的な人とか、そういう思想を持ってる人だとしても、そういう考えはもう本当に時代錯誤ですよ。本当に。もういかれてますね。だから、僕はね、本当にね、議員としてね、ふさわしくない。しかも、謝る、謝罪が、最大の愛情表現、迷惑をかけたらごめんなさいみたいな。迷惑かけてたかかけてないかも自分でわからないぐらい、もうちょっと判断能力がない人ですから、そういう人がトップだと、その下の役所の職員の人も、そういう感覚で、やらなきゃいけないわけですし、そういう人がトップなわけですから、だから僕は良くないと思いますし、または本当にもう刑事事件でもいいと思いますよね、本当に。相手のそういった大切なものを、かじって唾液つけて、そういったもう状態にしてるわけですから、だからもうなんかね、本当にね、これは許せないですよね。もう刑事事件とかにできないんであれば、もう社会的にもっと叩いてほしいですよね。で、もう本当に、辞職してほしいです、マジで。もう本当に、だから、これは本当ね、反省してほしい、本当に、これは。で、こういう感覚の人がいるとしたら、もう本当に、ありえないですよね。ありえない。で、僕はだからコロナ禍関係なかったとしても、そんなね、人様の、そのね、大事なね、金メダルもかじりつくとか、他人がかじりつく。俺だって、俺神経質だから触られるだけでも、俺だったら、ふざけんなと。もう神経質なんで、俺触れてほしくないわけですから、基本的には。ね、金メダルなんて、ね、選択なんてできないじゃないですか。まあ、この金メダルの部分は、こうなんかね、除菌かなんかできるかもしれないけど、このなんかこう、首の輪っかみたいなのも含めたら、こう、ね、大変じゃないですか。まあ、だからとにかく、綺麗な状態で、なんかもし触るとしても、なんか、ね、なんか本当綺麗な状態でもう触るだとか、なんかもうそういう配慮ってもう最低限必要なのに、もうかじるとかもありえへんから、マジで。こんなもん、だから、本当に、だから、もう、犯罪やから、犯罪。僕はそういうふうな、感覚ですね。それを自覚してないっていう主張、本当に問題だと思います、僕は。はい。ということで、以上、後藤輝樹でした。何かの参考になれば幸いです。